それではやめろっつってんだろうがよ、邪魔を。ああ、するな。やったら外で当たるかよ。英雄どころか主役にすらならなかった三流役者の攻撃なんて。なるほど、さすがの口の悪さだ。妻子に逃げられるのもうなずける。てめえ、それを言ったら戦争だろうが。そうやって弾を使った手慰めで妻子にも諦めて逃げられたのだろう。俺の前で平和を乱すな！弱者！俺は終わった？あっけなかったね。黙れ、厚化粧。全然似合ってねえんだよ。こっち、あんたのダッサいマスクよりマシ。平和を乱すのは誰だ？は？え？あ、いや、君の平和を乱すつもりはないよ。っていうか、さっきのは私ではないし。あっためー！